かね。オーダーとかですね。おお、このあ、これなんか見たことありますね。これもショコラブラウン。おお、あ。どうもおはようございます、トータです。去年ですね、グローブを見に純慶グローブのね工場に行ったんですけれども、その時にグローブだけじゃなくて革の管理方法みたいなのを見せていただいて、グラブの紐がどういう風に作られているのかっていうのも、調査することができましたので、その話をしようかなという風に思います。その前にですね、今純慶グローブでは6月から8月31日までにオーダーいただいた、まあオーダーが通った方ですね、オーダーが通った方は漏れなく歯切れがもらえるキャンペーンっていうのをやってます。歯切れとは何かって、こういう歯切れです。こんななかなか手に入れようと思っても入れられないような代物で、これって何に使うのっていうかね、これが来たってことはグローブ1個来たんで、それをまず紹介していこうかなって思います。それがですね、このこちらでございます。601型ですね、まあ、人気の方の紫ラベルで薬指リング付きです。まあ、これをお買い上げいただいた方、まあ、軟式も硬式も6月から、まあ8月末までにご注文いただいた方はこの歯切れがつくということなんですけれども、まあ、この歯切れはね、何に使うかというと、こう肩つけたりするときに直接直にボンと置いて揉んだりすると傷がついたりする可能性があるので、これで保護したりとかっていう感じですね。まあ、この上でグラブ、まあ叩いたら多分ね、もうちょっと厚みがいると思うんですけど、ウレタンとかなんかこの下にいると思うんですけど、まあ、ちょっと揉んだりするときにこういうのあるとすごく相性というかグローブをいたわれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあちょっと長くなってもあれなんで、せっかくなんでもう動画の方進んでいきましょうか。ではグラブ工場の取材ですね、よろしく。まず材料、あ、こんな感じになってんすか、すげえ夢の世界やな。すっげえ、ここからまずこう選んでくる感じですね。そうですね、そうです。こう何をもとにこの分け方になってますか。はい、まあ、今一番現役で流れてる毛がこの近くに取れるようにして、なるほど、だからよく使うのが手前に来てる。この管理って このなんか番号みたいなんで決めてますか。いや、これはね、大きさを表してるので、なるほど、これはどこで作ってるかっていう、ね、そうなんや、なるほど。で、奥がこう主にオーダーとかですかね。オーダーとかですね。おー、このあ、これなんか見たことありますね。これもショコラブラウン。おお、あ、和牛ではないですね。和牛こっちなんですか。あ、和牛こっちですね。和牛ちょっとこう触ってみてカバーして、なるほど、オイルが抜けにくいように。あー、そっかそっか、特殊な加工をしてるんですね。すごい、グリーン、もう今もうそんだけで終わりのグリーンなんです。すごいな。で、紐の中はこんな感じで、はい、もうカッチカチなんです。紐、ほんまに硬っ。でもこれぐらい硬ないと分かんないですね。すごいな。で、紐たちがそっちでこの皮を、はい、だってスライス、あれでスライスすると、はい、でこう紐を作られるということですね、はい、なのでうちに来たのキャッチャーミットの紐とかもこの、あ、そうです、これでスライスしたやつを、あんな感じになるんですかね、はい、あ、なるほど、あれがそのスライサーみたいなやつ、はい、そうです、すごいな。やっぱり市販のやつとはちょっと違うんですか、ね、こう厚さをこう選びながらそうですね、やるというか、この1枚の中で、はい、いかにその、はい、良いところを取るかみたいな、入れる場所っていうのが、はい、おお、なんかすごい、硬そう、こうやってやっとかないと、あ、そうなんですか、くるくるくるって真ん中で、ほう、のりみたいですね、これが、牛の形、きついな、これ、はいはいはい、あ、こうなってるんですね。こっちが頭で、あ、でこれはもうそのグローブとかではちょっと使いにくいっていうことですかね。和牛で硬いな。なるほど、こういうのを紐に使うと。でも硬さは十分あるんで、で耐久性とかで、紐で、はい、うちらが売ろうとして、はい、販売用にしてるのは、はい、もうこの辺ぐらいまで、はい、ああ、なるほど、良いところだけを使うと、はい、いいとこしか売らないです。なるほど、だからうちが言ったキャッチャーミットとかの
肝はもう、そのしっかりした部分を送っていただいてると、はい、なるほど、これいろいろこう聞いてみないと分かんないですね。で、まあ、はい、肝の値段が安いとか、はい、薄いとかいうのはずっとこの腹の、なるほど、方に行けば行くほど、うんうんうん、この厚みが、このしっかりさが、この厚みが徐々にこう薄くなっていくのが下の方ということですね。うんうん、でちょっとこう触ってみると、あ、ほんまやな、ちょっとこっちの、ほんまやな、ちょっとこっちと比べると確かにこっちの方が薄いですね。うんうん、そういうカラフルになってるんだ、すごい。これがまずあの皮の、皮ですね。こういうあのちょっとこう、うん、こちらにしあシワが入ってるような、はい、うん、あ確かにこの辺もな傷がありますね。こういう皮はもうあっても使わない、うん、絶対使わない。で使わずに、例えばこう当て皮したりとかそういうだけに使うっていう感じですね、うん、まあ、僕らがも使わせていただいているような皮ですね、はい、これでも割ともう綺麗に見えるんですけど、まあ、職人から見ると、まあ、傷が入ってたらもうグローブには使わないということですね。なんでこうまあびっくりポイントですね。はい、ということで、ここ中に入ってるのがね、あの純慶さんがグラブで使わない皮たち、厚さもまばらで薄いものがあったり色もまばらで太いものもあったりということで、これをどうするかというと、ウェブの修理で一部使ったりとか、その他破れ修理で使ったりとか、そういう風な形でグローブ本体としては使えないですけど、パッチみたいな感じで使うと全然問題ないかなという風に思います。もちろんですね、シワが少し入ってたりとか少し傷がいってるからといってもともとその品質が悪いとかっていうのは絶対ないんで、その美しい商品を仕上げるのにはちょっとこう不十分だなって思うものがここに集まってます。でそれを使わせていただいているということなので、品質は保証しておりますので、皆さんですね、この純慶のこだわり今日少しのまた伝わったんじゃないかなというふうに思います。近日あの内野手の型に関しての説明をしていこうかと思うんで、その時もまたよろしくお願いいたします。では今日はこれぐらいで、ありやした。